こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日は持ち込みカードルーレットサクサクセスやっていきたいと思います。右投げ右打ちの投手、フォームはしのぎくん。好きな球団はアバタからアバタボール狙いで阪神でやっていきたいと思います。そして持ち込みカードなのですが、今からルーレットをして2枚決めたいと思います。それではまず1枚目、さあなんだ、じゃかじゃん、野球マン登場カード。マジか。まあ、もう1枚組み合わせが良ければね。いきます。このねルーレットもワクワクですよね。めったに使わないカードか、トレジャーカード。この2枚で頑張っていきましょう。いいぞ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、 3,3,6 か。へい。マイナス10いったー。はい、ではやっていきましょう。ドン、星40。なるほど。うわ、これやる気あるんだったらやる気取ってから、行きたいな。そして、特化マスまである。やる気やる気、あー、無理か。それは無理か。理想はね、やる気取って、変化球、うえい、2段階行く。やる気取って、マップ悪いな。マップ悪いな。ヒーリング。はい、プロ入り、オッケー。これはしょうがないね。よいしょ。球速うまい、5キロ。青。マジ。変化球遠すぎ。それは無理だ。オッケー。これはだいぶ上げたね、ステージ。上げたんだけど。キャラワイ。まあいいでしょう。同じ球種か。交互よくんです。赤おにぎりが増える。二段階いかない。なんで曲がったん？なんで曲がったん、君。できれば、特能が欲しいんだけど。よし。俺どうしようかな。回復行く価値がなさそうだな。ほんと。いやー、なんもできねえ。なんもできねえ。さあ、瀬さん。ボナスで来ちゃったんでね。第二変化、なるほど。超回復 OK! それよ。待ってたのは、それよ。第二変化、そっち行ったか。せい、ナイス 8? いいぞ。変化球、ウェイ、ウェイ、ナイス。待って、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。2キロいいね。シンカー、シンカー。高津さんか。リスペクトしすぎやろ。あ、待ってよ、1,2,3,4。それよりかは、西さんに。いや、ここで回復行けば、西さんにも会えるのよ。そう。それでいい。それでいいのだ。やる気いったー。くそー。これはもったいない。やる気いったの痛えなー。さ、忘れてたわ。そうなんだよね。今回のカードは野球マン登場カードなんです。これが、果たして、吉と出るか。いや、京都しか出ないか。オッケーオッケー。で、ま、選手、おい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 。ちゃんと出てこいよ、ナイスキレ。来い。面白くないな、その位置。せい。現象、面白くねえって言ったら怒られたじゃねえか。えい。新偉人伝、3つ。
おー、ちょっと、特殊能力としては面白いんだが、目標まで。お、箱。いやー、その赤おにぎりも死んだんじゃん。終わってんじゃん、それ。ゴールまで行かせろよ、ほんとに。行くんですね。行けるんですね。ありがとうございます。あ、ケラーくんや。ナイス。あるよ、これ。変化球取って、箱取って、あるよ。ロコもされない。ロコもされない。回復量。ナイス。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。ある。あるぞ。いけるぞ。スタミナ。いや、そこ一番渋いとこ引いた。いけるぞ。せい。急速。トレジャーが働かない。384。あ、プロリアンじゃん。プロリアンじゃん。プロ入り、いつ拾った。いやー、これ、ここ、まとめて取んのありだな。でも、夢は見る。青マスだけを、ドン。お。1,2,3,4,5,6。これが一番伸びるんじゃないか。そうだな。スイ。プラス2。ドン。2キロいけ。1キロか。いけるか？いけるのか？いけ？いけ？いけるんでーす！ 400 ギリ乗ったんじゃないでしょうか。いったぜ。査定が最後ね、プラス2されるんで、適正が入るんで。さ、ドン！星 400！ ミッションクリア！ということで、名前設定、行ってきましょう。はい、名前設定しました。名前。星401で、今回持ち込みカードをルーレットで決めたので、名前をルーちゃんにしました。いかがだったでしょうか？初のルーレットでの持ち込みカード縛り、いかがだったでしょうか？能力、ここまでよく伸ばしたかなと思います。それでは、オートペナント回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら。防御率 2.66。 まあこの能力だったらこんなもんでしょうか。特殊能力もね頑張ってくれたんで、はい、いいと思います。で、6勝3敗の3セーブと。で、今回ね、中継ぎで51ホールドポイントということで、こちら最優秀中継ぎのタイトルをゲットしました。頑張りましたね。あとは66登板ということでね、このルーちゃんかなり頑張って、うん。まあ、ちょっとね、奪三振率の方はね、ちょっと寂しいですかね。8.53 と。変化球良かったんですけど、やっぱり特殊能力、それと、球速、それが遅かったから、まあ、そこはね、仕方がないということで。あとは、そうだね、KBB3.38。はい。ということで、今回のルーちゃん、取ったタイトルは、最優秀中継ぎ、そして新人王の合計2つでした。いかがだったでしょうか？ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。